ガタサンシロセガタサンシロセガサタンシロトワイヤーセガサタンシロ。若者たちを軟弱な人間に変えてしまう組織の情報を入手した瀬形三四郎は、魔の手から彼らを救うべく怪しげな施設ディスコへ潜入した。なんて軟弱な、全く踊りの本質が分かっていない。そこで繰り広げられる無気力な踊りは若者たちの精神を蝕むと確信した彼は、魂の入った踊りで彼らを救うことを誓い、そびえ立つお立ち台に向かった。踊れ瀬形三四郎。光るボタンのパターンを覚えて正確に入力しろ。
あれか。よ。よ。よ。あれか。よ。ほ。だ。ダメか。この未熟者めが。遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。どんなことにも動じず戦えてこそ真の格闘家である。自らの信念を試すため地雷の埋まった採石場で特訓を行っていた瀬形三四郎だが、彼の存在を快く思わない謎の組織のロボット軍団が乱入し、一転採石場は危険地帯へと変貌した。戦え瀬形三四郎。相手の動きを読んでロボットを投げ飛ばし地雷で破壊しよう。年寄りを深夜に働かせることは俺が許さん。年老いたサンタを深夜にまで働かせる謎の組織の存在を察知した彼は、サンタを守り敵を欺くため自らプレゼントの配達を申し出た。困惑するサンタを後にして空飛ぶソリに乗り込んだ瀬形三四郎は早速プレゼントを配り始めるのだ。ゴールまでに70個のプレゼントを煙突に投入しろ。みんな待ってろ。この未熟者めが。行くぞ。
ある日、瀬形三四郎は真剣白刃取りの稽古のため、とある高名な剣士と対峙していた。よし来い。瀬形の掛け声とともに刃が振り下ろされ、真剣白刃取りが見事に決まったはずだった。痛い。完全にタイミングを外した瀬形三四郎は刀が刺さったままで考えた。刀に負けないよう頭を鍛えるんだ。瀬形三四郎のひらめきは常人の理解をはるかに超越しているのだ。そして超人的な自然治癒力で傷を治すと、新たな特訓を開始したのだった。タイミングよくボタンを押し、3回の指揮で瓦を40枚破壊しろ。うわあ！で、頭を使え。うわあ！で、よし。うわあ！で、よし。もっと破壊しろ。だ、ダメか。気合を入れろ。行くぞ。瀬形三四郎は山にこもり、独特の舞を舞っていた。彼の周囲に立ち上るエネルギーは瞬く間に形を取り始めると、瀬形と全く同じ姿に変化していた。瀬形は自分の分身を生み出す術、ドラゴンフォースを操れるのだ。そして彼は無数とも思える分身をドラゴンに乗せて宙を乱舞させると、その数を数え始めた。これは動体視力を鍛える訓練だったのだ。画面に現れる瀬形を数えて、その数を入力しろ。始め。よし、入力しろ。正解。始め。よし、入力しろ。正解。始め。
よし、入力しろ。正解。はじめ。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 よし、入力しろ。不正解。だ、ダメか。気合を入れろ。行くぞ。修行をしていた瀬形三四郎はどこからか助けを求める女性の声を捉えた。辺りは何事もなかったかのようだったが、鍛錬を重ねた彼の耳はごまかせなかった。彼の耳は3キロ先で落ちた針の音も聞き逃さないのだ。よし、待ってろ。そう叫んだ瀬形は声のした方角へと激走した。声は燃え盛るビルの最上階から聞こえていたのだった。まだ消防隊は到着していなかったが、それを待つ彼ではなかった。己の身の危険など微塵も考えることなく、彼は火の海へと飛び込んでいった。急げ、瀬形三四郎。炎に触れないよう90秒以内に最上階へ到達しろ。今助けるぞ。この未熟者めが。
この日、瀬形三四郎は滝に打たれ精神統一を行っていた。すると頭上から滝に紛れて一本の空き缶が落下し、彼の頭頂部を直撃したのだった。見上げると次々とゴミが彼に襲いかかってくる。卓越した身体能力で難を逃れた彼だったが、偽善を破壊する不法投棄に怒りを覚え、ついに立ち上がった。怒れ瀬形三四郎。投棄物を蹴り返し、合計16トンのゴミを処分しろ。よーい、始め。瀬形は史上最強の格闘家を目指すべく、サメと対決しようと海に飛び込んだ。しかし水中では息が続かず、勝負にならないことを思い知らされてしまった。そこで彼は水族館の協力を得て水中訓練をすることにした。水槽に海水を注入し耐える瀬形だったが、海水に紛れて流れ込んできた不思議な生物に困惑してしまった。すまんが修行に集中させてくれんか。しかし目の前を浮遊するクリオネに彼の気持ちが伝わることはなかった。耐えろ瀬形三四郎。出現する海中生物を縦横斜めに3つ並べて消し、一気に15個を消去しろ。We'll be right back.
よーい、始め。俺は負けん。セガサターンシロ、セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日はなぜこのセガサターンの CM に出演したかお話ししましょう。しかしその前に、私は今の若者に問いたい。君たちは物事に命がけで取り組んでいるかと。私は俳優として武道家として己のどんな一挙手一投足にも人生50年の全てを込めている。しかし今の若者は物質的な面で豊かになっている分、精神的な面で追いついていない。だからこのセガサターンで精神力を鍛えてほしい。セガサターンのコントローラーで己の肉体と精神をぜひコントロールしてほしい。私は訴える。全てをかけて人生にゲームに真剣に取り組んでみなさい。今こそセガサターンしよう。三四郎ディスク付きセガサターン発売中。セガサターンしろ。セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日は受験生の皆さんにお話ししたいことがあります。受験生諸君、いよいよ追い込みの季節ですね。そこで私が言うのもなんですが、セガサターン我慢しろ。諸君にとって勉強が辛く決して楽しくないのはよくわかる。しかしこの時期こそ命がけで勉強すれば望む学校に進め、やがてはやりたい仕事ができ、人生の真の喜びを覚えるに違いない。私は訴える。団長の思いでセガサターン我慢しろ。春が来てからセガサターンしろ。今回はソフトの告知は控えます。セガサターン、セガサターンしろ。セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日は君たち若者ではなく君たちの親御さんに聞きたいことがあります。親御さん、あなたの子供は大丈夫かと。ご存知のように青少年のいじめや犯罪が問題になり取り沙汰されています。しかし私はこの子供たちの誤った行動が親の責任でもある、そう思えてならない。子供の立場に立ち、子供と遊び、どんなことでも話し合える仲だった。悲劇は決して起こらない。
子供はいつだってね、親の愛情を求めているんだよ。私は訴える。親は子供と一緒にセガサターンしよう。君たちも親御さんと仲良くな。セガサターン。セガサターンしよう。セガタ三四郎役の藤岡弘です。ご存知の方も多いでしょう。先頃セガの新世代機ドリームキャストが発表されました。そこでセガサターンファンである諸君の気持ちを代弁してみよう。セガサターンを見捨てる気かと。かくいうこのセガタもセガサターン白のダジャレから誕生した身。今後はこんな風にみんなと会えなくなってしまうかもしれない。あ、しかし私はこのセガの発表をファンへの裏切りなどとは決して思わない。より素晴らしい遊びを提供するためセガは今命を懸けているのだ。私は訴える。フレーフレードリームキャスト。それが出るまでセガサターンしろ。セガタ三四郎おすすめソニック R。 普通のレースゲームは車やバイクに乗る。しかしこのソニック R、 なんとソニック君が自らの足で走るレースゲームなんです。運命の力に頼らない彼の姿勢に私は感銘を受けたのです。超音速レースゲームソニック R 絶賛発売中。セガサターンしろ。セガタ三四郎おすすめサターンボンバーマンファイト。己の爆弾で敵を倒すか、はたまた敵に倒されるか、ボンバーマン君はいつも命かけです。君は命をかけれるか。 3D 対戦サターンボンバーマンファイト絶賛発売中。セガサターンしろ。セガタ三四郎おすすめザ・ハウス・オブ・ザ・デッド。恐怖に直面した時こそ人は冷静沈着に行動しなければならない。ゾンビが登場するこのゲームは人生の縮図です。ホラーガンシューティングザ・ハウス・オブ・ザ・デッド絶賛発売中。ゾンビが鷹を生む。セガタ三四郎おすすめ新世紀エヴァンゲリオン。セガタ三四郎です。エヴァンゲリオンは命がけで打ち込んでいる。セガサターン四郎。結局薬局放送局。綾波さん。結局薬局放送局ですね。結局薬局放送局。俺は何が言いたいんだ。アドベンチャー大作新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド絶賛発売中。セガサターン四郎。セガタ三四郎おすすめワールドカップ98フランス。私は日本人である。ワールドカップの応援とこのワールドカップ98フランスに私は命を懸ける。ワールドカップ公認ゲームワールドカップ98フランス絶賛発売中。ヤマト魂だ。セガタ三四郎おすすめサッカー RPG 日本代表チームの監督になろう。今日本が世界に誇れるもの3つある。サッカーと RPG とセガサターンだ。3つがくっついて世界初サッカー RPG 日本代表チームの監督になろう絶賛発売中。どうだ。セガタ三四郎おすすめ少女革命ウテナ。少女でありながら少年の心を持ち可愛い顔をして芯がある。どうせ付き合うならウテナちゃんのような子がいい。ちょっと危ないアニメアドベンチャー少女革命ウテナ絶賛発売中。超ビリ。セガタ三四郎おすすめディープフィアー。環境破壊地球汚染、この世で最も怪物に近い生き物は人間だと思う。自然との調和を考えないやつは怪物になっちゃうぞ。モンスター化する恐怖深海ホラーサスペンスディープフィアー絶賛発売中。まずはゴミ分別から。セガタ三四郎おすすめバッケンローダー。世紀末スチームパンクと呼ばれるこのゲーム、来世紀の世紀頭になってもクリアしてないやつはバッケンローダー。世紀末シミュレーション RPG バッケンローダー絶賛発売中。さっきは言い過ぎた。
野球しようぜ。オッケー。行こう行こう。お前ら今日やったよ。任しとけ。瀬形三四郎。セガサターンしろ。音速ハリネズミソニックのレースゲームソニック R。 セガサターン。